はい、ということでですね、本日は高橋君とのデート目線で動画をお送りしていきたいと思います。なかなか新鮮ですね。我々はですね、福島県の五色沼というところに来てます。ハイキングして紅葉撮ろうと思ったんですけど、ボートあるっていうんで、せっかくだったらボート乗ってね、紅葉撮っていこうというふうに思ってます。ということで、結構進んできましてですね、紅葉があるところにやってまいりました。今回はですね、紅葉の撮影していくんですけれど、一つね、面白いアイテムを使おうかなと思っております。NiSiさんからご提供いただいた CPL フィルターになります。こちらのね CPL の特徴がトゥルーカラーというワードを使っておりましてですね、色再現がですね非常に正確というところが特徴になっておりますっていうところで、 CPL 具体的にどのように使うかっていうところを実際に今日は写真を撮りながらお見せしていこうかなと思います。今ですねちょうどね水面に綺麗な空が映ってると思います。 CPL の役割の一つとしてですね、反射のね具合を変えることができるんですよ。実際にねお見せしたいと思います。ここのねリングが回せるようになってます。これを回してみるとですね、空を強く反射させたりだとか、逆にですね反射を軽減したりとか、こうなるとかなり反射が消えてると思います。こんな形でですね水面に映る光の反射具合を変えながらですね撮影ができたりしますっていうところで、ここはですねほんと使いようなので、状況に合わせた使い方していただけたらなというふうに思います。こっちの方今綺麗なので、反射もね入れながらこっちの写真を撮ってみたいなと思います。というところで、紅葉の感じを極力入れながらいろんなねパターン撮ってみたいと思います。いいね。あーでも押さえると綺麗な、こういう感じなんや。なんすかこの動画。俺が聞きたい。俺絶対ここ側じゃない。どうここ。皆さん着きました。着きましたよ、深淵の奥地。僕らのボートの波がねうるさいんで、撮影の時はちょっとできる限りボート止めて、ね、停車したいと思います、僕はね 2070F4G つけましたので。2070良さそうね。めちゃくちゃ綺麗なんだが、あ結構違うわ、結構違う、うん、バカ綺麗やお前。なんこれ。結構違いますね。結構違いますね、うん、湖面に紅葉の落ち葉が浮かんでて、それがすごい綺麗なんですよ。で PL つけてないと思いっきり反射とか映っちゃってて、反射が明るいので葉っぱがだいぶ目立たなくなっちゃうんですけど、うん、PL も一番強いぐらいまでやって池取ると大部分の反射が消えてるんですよ。だいぶ目立つよね、うん、落ち葉の背景が全部黒っぽくなるんで、一気にそれで色味が出てくるというか、奥の紅葉とか見てもちょっとハイライトが明るくなっちゃってたのがいい感じに引き締まって、紅葉の色も強くなるんで。一つはやっぱ葉っぱの光の反射の部分と、もう一つはやっぱこういう水面の場面だよね。水面の反射っていうところで、こういったシーンでは本当にねすごい CPL 活用できるチャンス多いかなと思いますね、うん、まさにボートに乗って湖面と一緒に撮るみたいなシチュエーション。いやもうねこのボートの CPL 撮影のためにあるもんじゃないですかねこれね。逆にそれ以外の歌あるんですかって感じですけど、うん、うわなるほどね。この辺なんかもすごい下反射してるから全然こう葉っぱが目立たないんですよ。それがもうほとんど反射が消えるんでね、それで色味も良くなるっていう、二重でいいですよね。なるほど。やっぱりね反射をさ抑えると露出も暗くなるな。うん。何段ぐらいですか？1段ぐらい。そんぐらいの感じするよね。PL 使うのってやっぱ基本的に昼の風景が多いんで、そんなに影響はないかなと思うんですけど。はい、今ねあっこに木あるじゃないですか、うん、あの木がかっこいい、なんか対角線みたいな、なんか4つの方向に伸ばしてるんですよ。あれとリフレクションを撮りたいっていうので、今反射調整しながらね撮ってるんですけど、反射をあえて多く入れるのもありやし、空の反射白いところを抑えて撮るのもかっこいいしっていうので、結構ねここはねいろいろ撮り方があるなと。表現としては好みの部分はあるけど、どっちでもね綺麗やと思う。シェイク。はい頑張れ。行ったれ行ったれお前。はい、ということでねちょっと移動してきたんですけど、ここがね結構赤と黄色の紅葉があって、なかなか綺麗なんじゃないかなと思いますね。これ20とかで縦とかで撮ったら綺麗そうね。ちょっと撮ってみましょうか。おいおいおい。はい、ということでね今ここのねきらびやかな紅葉を撮っております。めっちゃいいなここ。寒くはない。さあこんな綺麗な、今この角度完璧っす。マジボディも撮りたい。ダメ。今効いてるのか効いてないのかっていうのが若干分かりにくい。ここもともとなんかあんま反射ないっていう。シンプルにビール効かせて、紅葉の色味強めた方が綺麗かなって感じです。確かにそれでもやっぱあった方がいいな。もうちょっとズームして撮りたい。なんで先撮っとかなったんや。なかなか楽しいですね、これ。ほんまそれ。これはなるほどね。こういうの今までなんで乗ってんねやろと思ってたんですけど、CPL でこう取るために乗ってたんですね。書いてほしいっすよね、もうちょっと。絶対筋肉痛した。フィールつけてると一気に作品になる。紅葉の色味がもうレタッチ不要なレベルまで。いや、間違いない。コントラストえぐい。なんかコントラストってその悪いコントラストじゃなくて、上質なコントラストが上がるっていうか。反射光ってやっぱリフレクションとかでさ、意図的に入れない限りは基本的にいらないじゃん。いや、そうなんね。今本当にこういう反射が多い場面とか、やっぱ極力減らして色の純度を高めていきたい。構図作りに集中できるから。これマジで秋の紅葉撮影は PL 必須かもしれないですね。そうね、ちょっと僕たちなかった視点です。そうっすね。でね、僕今ねこっちの紅葉を撮ってました。めちゃめちゃねこの黄色が綺麗なんですよ。枝と黄色の混ざり合ってるこの雰囲気ちょっと撮ります。でこれマジいいわよ。あ、なんか傾いてる。すげえな、この枝の反射とかこの反射とかも抑えれるからさ、あ、強いなあ。何？右が痛い。いいな。撮りたい。撮ってたでしょ？NiO120便利やわ、マジで。買ってよかった。重いよ。重いよ。展開します。いろいろボートで回ってるんですけど。もう時間あと10分です。ここめっちゃ今綺麗です。今太陽が当たってて、湖面が仁淀ブルーなんです。いや、まあ、マジでそうね、皆さん、これも本当に仁淀ブルーっていう、まあ、四国にね、めちゃくちゃ綺麗な、そういった場所があるんですけれど、はい、まさにそのブルーに匹敵するような美しさというところで。奥が黄色の紅葉と、太陽の光が当たってる松っていうところで。湖面からはね枝がニュッて出てて、はい、それが結構いい味を出してるんですよ。なるほど。これをPL込みで取るとめちゃめちゃ引き締まった黄色が出つつの、はい、それで仁淀ブルー。いや、いいですね。いいっすね。この青さと紅葉の色、ね、どっちも出るっていうね。やばいっすね。最高か。どのカップルよりも長い時間頑張ってる。時間ないんですよ。ボートこいでください。待て。綺麗でクソ、お前なんやろお前。いや、お前絶対あれえぐい。取るしかねえなお前。待て待て待てお前。立てえな。わかる。四軸チルト。チルトなど俺に必要ない。葉っぱ邪魔。わかる。嘘おらんかった。なんか仁淀出せへんねんけど。それはもう絶対置いたら限界ですね。全然ちゃうな、なんか PL ありとなしで。いやでも反射多く入れんのもこれありやな。それは思った。PL オンでも割と反射入るくない？入る。はい、ということでね、1時間 CPL ボートに乗って撮影してみたんですけれど、水面がやっぱ近いからより PL を楽しめますね。皆さんぜひね、湖とかね、池に行ったらね、こういうアトラクションあると思うんですけど、こういった時はですね、ぜひカメラはもちろんですが CPL フィルターお忘れなくですね、持って撮っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。バカキューやんここ、お前。ちょ、あんま滑らんな。プーマの力だから。お前バカキューやんお前。おバカ綺麗やんけお前。なんこれお前。こうボート行きたいな。逆に綺麗すぎていらんか。こっからで十分やもん。PL効いてるこれ。効いてる効いてる。うわ、めっちゃ効いててくさ。PL ってえぐいねんな。言うてますがな。PL えぐないっすか先輩。先輩これ20ミリ欲しいな。僕20持ってるんですよ。よかった、僕が取るんで。PLえぐいっすガチで。この辺なんか綺麗な葉っぱ置いとるやん。うん。一応したいしたいしたい。そうしたい。20ミリで下の浮いてる木の葉と奥の紅葉とで、上にもなんか木があるんですよ。上からねこうニュッと入ってきてるこの木をね、これいいよな、広角で入れ込むと。でポイントは山の稜線と枝をかぶらせないっていう。いやそれ同じ写真撮っててくさ。はい、ということでね、今ちょっと帰り際ねすごいの見つけました。ドゥーということでね、今ちょうどね横の緑の木あるじゃないですか、はい、これを挟んで額縁構図で紅葉を撮ろうとしてたところを、僕たちもついに入ったんでね、記念写真という形でね撮りたいと思います、はい、僕たちの生きた証をね刻みたい。あ、一人消えた。そこ俺がしたかったあれなんだ。そうなんです。はい、ということでですね、はい、本日は福島県の五色沼周辺ですね、いろいろ撮影をいたしまして、綺麗な紅葉を堪能できたというところで、しかもその中でもですね、おじさんからねご提供いただきました CPL フィルターを使ってですね、より鮮明でクリアで綺麗なね紅葉を撮ることができたかなと思います。はい、はい、ということでね、確かに CPL、正直フィルターをつける手間っていうのもありますし、ご自分でねこう切り替えるっていう、調整するっていう手間もあるんですけれど、その一手間二手間だけでですね、やっぱり出てくる絵っていうのは大きく変わってくるなっていう、本当に今日我々としてもね、すげえすげえって言いながら撮ってたんで、これは僕たちもね積極的にこれからも使っていきたいなというふうに思っている機材でございます。はい、日産の CPL は特にですね、トゥルーカラーと言いまして、色かぶりとかもなくね、本当に純粋な綺麗な色を、映し出してくれるフィルターになってますので、はい、そういった面でもね、ご心配なく使っていただけるかなと思います。地味にね、このね、トルク感もいいんですよ。絶妙で。シルバーのね、ラインも入ってて、可動部とこの動かない部分でね、明確に分かれてるんで、まあ、そういったところもね、分かりやすいかなと思います。こんな感じで今日の動画終わろうと思います。よかったね、東北の紅葉。マジで紅葉いいっすね。ぜひ皆さんもね、紅葉、まあ、結構場所によってねシーズンも違うと思うので、まだ間に合うところがございましたら行ってフィルターとか活用して撮ってみてください。はい、ということでまたちょっと東北のね動画ちらほら僕一人でもね頑張ってちょっと撮りたいと思ってますので、僕も結構そこのね一人撮影動画、はい、ぜひ見てみたいな。はい、ちょっとたかしくんも撮ってくれてるっていうところなんでね、お互い頑張ろうかな。それぞれできるとこはもうね、皆様にいい撮影動画を届けられるように頑張りたいと思います。はい、はい、ということで長くなりましたが、今日の動画はこんな感じで終わろうと思います。皆様本日もご視聴ありがとうございました。少しでもよかったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイ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 。